ユリシーズ・グラント、ユリシーズ・シンプソングラント、1822年4月27日から1885年7月23日は、アメリカ合衆国の軍人、政治家、南北戦争時の北軍の将軍及び、第十八代アメリカ合衆国大統領、アメリカ史上初の陸軍士官出身の大統領、南北戦争で戦った将軍の中では、 南軍のロバート・イーリー将軍と並んで、またそのリー将軍を最終的に破ったことで最も有名な将軍の一人である。身長6フィート、約183センチメートル。軍人としては成功したが、大統領在任中のクレディモビリエ事件をはじめとする多くのスキャンダル及び汚職により、歴史家からアメリカ最悪の大統領のうちの一人と考えられている。 オハイオ州クラーモント郡ポイントプレザントでジェシー・アール・グラントとハンナ・ジンプソン・グラントの息子として生まれた。出生時の名前はハイラム・ユリシーズ・グラント、ハイラム・ユリシーズ・グラント。グラントの父親と母方の祖父はペンシルベニア州で生まれた。父親は性格業者だった。1823年の秋に一家はオハイオ州ブラウン郡のジョージタウンへ移住した。グラントは 17歳になるまでほとんどの時期をそこで過ごした。17歳の時にオハイオ州選出の会員議員からニューヨーク州ウェストポイントの陸軍主管学校への推薦を受け取った。この際ハマー議員は誤ってユリシーズ S ・グラントとして彼を登録ししまった。しかし、グラントはそれが気に入ったようで以降はその名前で通した。また、ミドルネームの S は 母親の旧姓のシンプソンから取ったとまで周りに説明していた。グラントは1843年に39人中の21番でウェストポイントを卒業した。グラントは1843年8月22日にジュリアボックズデントと結婚した。二人は四人の子供、フレデリック、ユリシーズ・シンプソン・ジュニア、エレン、ジェシーを設けた。グラントは ザカリー・テラー将軍及びウィンフィールド、スコット将軍の配下で、米北戦争に従軍し、レサカデラ・パルマ、パロアルト、モンテレー及びベラクルス包囲戦に参加した。森のデルレーの戦いでの功績で中尉に昇進し、チャプルテペクの戦いの後に中佐に昇進した。1854年7月31日に、多量因子を理由に軍隊を辞職した。辞職後は、 セントルイスで農場経営、不動産仲介業、そして最後にイリノイ州がリーナで父親の比較、金物店の経理助手となった。南北戦争において、クラントは最優秀の将軍の一人であり、また最終的に北軍に勝利をもたらした偉大な司令官であった。戦術的な能力だけでなく、戦略家として南北戦争において両軍を通じて、 最も優秀であったと言える。優秀な司令官を持たなかったために再戦が危うくなったエブラハムリンカーン大統領を救った一員となったのみならず、その後の切り札となり、前半では西部戦線での攻勢に、後半では東部戦線での大反抗に大きな功績を挙げた。南北戦争が勃発し、サムター要塞陥落の10日後、 1861年4月24日に、グラントは、イリノイ州、スプリングフィールドに自身が募った、志願兵を連れて到着した。知事はグラントを、反抗的な第21イリノイ不評連隊の連隊指揮官、大佐に任命した。その後、グラントは、ハンニバルセント・ジョセフ鉄道を守るために、ミズーリ州へ派遣された。この時点ではまだ、ミズーリ州は、 南部連合と合衆国の間で揺れ動いており、南部に同情的だった知事は、武装中立を宣言して、州に侵入する軍隊は南北どちらであろうと、攻撃すると宣言していた。ミズーリ州に侵攻した北軍は8月までに、ジャックソン知事を免職し、ミズーリ州を支配下に置いた。この行為は、ミズーリ州内の南部連合派の態度を硬化させ、 北軍はこの後しばらく彼らの活動に悩まされることになる。同年8月、グラントは志願兵の順省に昇進した。会員議員、エリフ・ウォッシュバーンの進言に、リンカーンが耳を傾けた結果だと言われている。8月末、グラントは、西部戦役司令官ジョン・シー・フレモント少将により、ヘンリー・ハレック将軍の下で、南東ミズーリー戦線を任されることとなる。 1862年2月、東部では北軍の苦戦が続く中、西部では河川砲艦と奇襲を組み合わせて、ヘンリートリデとドネルソントリデを奪取し、ヘンリートリデの戦い、ドネルソントリデの戦い、西部戦線の東西河川交通の要衝を支配した。これは北軍のミシシッピー川を南下して、南部連合の中部と西部を分断する大戦略を可能にした。その後、 シャイロー付近で部隊を駐屯中に、南軍の奇襲攻撃を受けたが、これの撃退に成功した、シャイローの戦い。上官のハレック将軍は一時グラントの功績を嫉妬したのか、飲酒癖を理由に解任したが、結局のところ彼の能力は捨てがたく、再任されることになる。10月には、ハレック将軍が、東部戦線のポドマック軍司令官に召喚され、公認として、 テネシー軍司令官となった。野戦軍司令官として、ポトマック軍司令官に次ぐ重職と言える。グラントは、水陸一帯の作戦を進めミシシッピ川を南下。1863年4月には、南部でのミシシッピ川の重要な都下点である、ビックスバーグ要塞を河川砲艦による強行突破と奇襲上陸により、包囲体制を築くと、7月4日に、これを陥落させた。 ビックスバーグの包囲戦。これは有名なゲティスバーグの戦いの最終日の翌日であり、南軍の攻勢の終末点であると同時に、戦略的に南部が東西に分断され西部での北軍の攻勢が完遂した日でもある。11月にはチャタヌーガで南軍を敗退させ、西部において南軍が組織的反撃を行う能力をほぼ喪失させた。 リンカーン大統領にとって、首都防衛と敵攻略を兼ねるポトマック軍の司令官に人材を得ないのが最大の悩みであり、師団長クラスでは優秀な戦術家であっても、司令官となると、途端に弱点を露呈す将軍が多く、マクドウェル、マクレラン、フッカー、バーンサイド、ハレックとことごとく期待を裏切っており、ゲティスバーグで、 リーヨを撃退したミードもこの任に長く耐えられそうもなかった。そのため、西部で南軍を切り裂いたグラントに白羽の矢が建てられることになる。1864年3月、ミードはそのままポトマック軍司令官に留任し、その上級司令官の形で、グラントが北軍総司令官に任命され、主に東部戦線の指揮を取った。西部戦線の後任には、 グラントの名優でかつ忠実な部下であった、ウィリアム・シャーマン将軍が、テネシー軍司令官となり、アトランタを抜けて、サバンナへの海への進軍を行った。その途上の各都市を破壊し、物資の略奪を公然といった、南軍の戦争遂行能力をズタズタに引き裂いた。一方でグラントは、人口と工業生産力に勝る北軍の国力を背景に、 東部では物量による、不屈の南下作戦を開始し、常に、リーを相手に大損害を受けながら、リッチモンドへ進撃を開始した。荒野の戦い、スポットシルベニアの戦い、コールドハーバーの戦いとすべて、リーの南軍は和平ながら、自軍以上の損害を与え続けたものの、消耗戦に巻き込まれた形になり、また迂回と突破、そして、水上移動を使い分けるグラントに徐々に、 押し込められていった。グラントは南部連合市とリッチモンドの裏口にあたるピーターズバーグに水路を押し寄せ、リーは事前に察知して先回りし残豪戦を築くが、結果的に野戦軍がリッチモンド及びピーターズバーグに押し込められる形になり、戦略的包囲に成功した。そのため南軍はアトランタから大西洋へ抜けようとするシャーマンに対する軍に、 救援が遅れず、シャーマンはやがてサバンナから北上して、さらに両カロライナとバージニアを焼き尽くしなら、グラントに合流する。リーは最後の賭けに出て、ピーターズバーグを放棄し、南に撤退しジョンストン率いるテネシー軍と合流しようとしたが、アポマトックス方面作戦、グラント率いる北軍に捕捉され、アポマトックスコートハウスでついに降伏した。これにより、 その流れに合わせるように残りの南軍部隊も次々と降伏し、グラントは南北戦争における英雄となった。戦争後に連邦議会は1866年7月25日に3つ星を中上位に改め、4つ星の陸軍大将、当時の故障はゼネラル・オブ・ザ・アーミー・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツに任命し、その労をねぎらった。 グラントは1868年5月20日に、シカゴの共和党全国大会において、満場一致で共和党大統領候補に選ばれた。その年の大統領選挙では、合計5716,082の投票中301万2,833票を得票し勝利した。グラント政権は汚職とスキャンダルに悩まされた。 特に連邦政府の税金から300万ドル以上が不正に得られたとされるウイスキー汚職事件では、個人補佐官オビル・イーバブ・コックが不正行為関与したとして起訴され、大統領の恩赦で有罪判決を回避した。ウイスキー汚職事件後に、陸軍長官、ウィリアム・ベルナップがアメリカ・インディアンとの販売、取引ポストと交換に賄賂を受け取ることが、調査によって明らかになった。 グラント自身が部下の不正行為から利益を得たという証拠はないが、犯罪者に対する厳しいスタンスを取らず、彼らの罪が確定した後でさえ強く反応しなかった。さらに、荒廃した南部の再建及び先住民対策に失敗し、グラントの支持は急落した。1872年3月3日、アメリカを訪問した岩倉施設団と会見した。 グラントは熱心な堀内政策の支持者であり、どちらかといえば和平主義者であったが、堀内過去込みに従わない部族は絶滅させるとの姿勢だった。1860年代後半から、知人であったインディアン、色恋族出身のエリー・サミュエル・パーカー、本名、ドネホ川をインディアン総務局長に任命し、堀内監督官に様々な宗教団体から推薦されたものを、 任命する政策を実行した。クエーカー教徒の志願者が多かったため、クエーカー政策、平和政策と呼ばれた。しかし、キリスト教の押し付けも、インディアン部族にとっては余計なお世話であり、対立は解消されなかった。このグラントの和平案から、戦争の諸原因を除去し、辺境での定着と、鉄道建設を確保し、インディアン諸部族を開花させるための体系を作り上げる。 べく、和平委員会が設立されることとなった。和平委員会は、インディアン諸部族と数々の条約を、武力を背景に無理やり結んでいったが、すぐに、白人側によって破られていく現実を前に、グラントが無双したような和平などは実現しないと、悟った。また、西部インディアン部族の最大反抗勢力である、数族に対し、 雪深い真冬に保留地への全部属員移動を命じて、反感を増大させ、戦乱のきっかけを作った。大統領職2期目の終了後に、グラントは2年間世界中を旅行した。最初の訪問地はイギリスで、1877年のことだった。1879年7月3日から同年9月3日まで、国賓として日本に滞在、浜離宮で、 明治天皇と会見し、艦隊を受けた。グラントは、アメリカが衆国大統領経験者で、訪日を果たした初の人物でもある。グラント元大統領夫妻は、滞在中の8月25日に、東京の上野公園で行われた、迎え式典に出席、妻ジュリアと共に来日記念にヒノキを植樹している。増上寺では松を植樹した。また、日光東照宮を訪問した際には、 天皇しか渡ることを許されなかった橋を特別に渡ることを許されものの、これを恐れ多いと誇示したことで高い評価を受けることとなった。1883年に全米ライフル協会の第八代会長に選ばれた。1884年、グラントボード紹介の倒産後の夫妻で、金銭的に困窮し、マーク・トウェインの勧めもあって回想録を執筆したが、 すでに末期の高頭癌で回想録が完成したのは死の数日前った。回想録はベストセラーとなり、妻子に豊かな収入を与えることとなった。1885年7月23日にニューヨーク州サラトガ郡のマウントマクレガーで死去した。北、アメリカで最大の病、ニューヨーク市のグラント墓地に妻と共に埋葬されている。 グラントの肖像は50ドル紙幣に採用された。私は平和の手段として、以外、戦争を、かつて主張したことがない。髭を剃り落とした写真が一枚だけ残っている。夫人が、カメオに、グラントの横顔を入れたいと頼んだとき、彼は誤解して、しぶしぶはご髭を剃ってしまったためである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。